電気システム工学科では電気回路、電磁気、数学を基礎として電子回路、情報通信、電気エネルギーなどの専門的な知識を学ぶことができます。各研究室では電気エネルギーの発生、輸送、貯蔵、利用、安全性に関する研究、短い波長のレーザー光に関する物理や応用、光回路での光の伝播、解説などの特性、電波が人体によって減衰していく様子、カメラセンサーを用いた動画像処理、低消費エネルギー、高性能なアナログ集積回路の設計、AD 変換器や容量型センサーの信号処理回路に関する研究を行っています。授業数が多いので、その面でいろんな先生と出会えるんですけど、特に印象に残った先生というのはやっぱり今の研究室の先生で、人間性も素晴らしくてすごい素敵な人なんですけど、でもやっぱりそういう人に会ったっていうのも大学入って初めてで、かなり自分を成長させてくれる素晴らしい先生です。その学外の企業さんとのプロジェクトも一緒に行えるので、そういう経験ができるのは結構少ないんじゃないかなというふうに思ってて、研究室自体がハードウェア、チップを作る研究室なんですけども、そのチップが成功した暁には、いろんな大学で、実験教材として使用できるチップになるんですけど、今はそれのプロジェクトに向けて日々頑張ってるっていう感じですね。大学院の学生がレポートの書き方や勉強を手伝う学生何でも相談室があり、燃料電池ラリー出場、回路製作コンテストの参加なども行っています。このように電気システム工学科は安全で環境に優しい社会の構築に取り組んでいける人材の育成を目指します。